ダース、ビッター、ダース、ミルク、白いダース。ダースとは、森永製菓が製造、販売しているチョコレート。1988年に発売された板チョコレート、ソリッドの派生商品として、一口サイズの台形の形したチョコレートが一箱に12個入っているその形状から、ソリッドダースという名称で1993年に発売された。1本に1ダース入っている。発売当初は12個だからダースですというキャッチコピーとともに、英語表記は12個を表すダズンであったが、2000年以降はパッケージデザインが改められ、造語のダースに変更されている。森永製菓では上質の口どけの美味しさをお届けしたいという思いが込められているとしている。いちごの白いダース。2013年7月には関連商品としてダースを12個箱詰めしたGROSが12個限定で発売された。これは虚構新聞のネタ記事を森永の関係者が現実化させてしまったもので、虚構新聞の社主である UK はこの販売の場にて公開謝罪を行っている。なお後に、森永では、この際に作成したGROのパッケージをペーパークラフト化し、同社ウェブサイトでダウンロード可能にしている。森永製菓、チョコレート1チョコ41スマイルなど発売毎日、JP 森永製菓、支援先のカカオで、チョコ生産担当者が語る日本書、次世代型 CSR から毎日、JP ハット、本命ダースを2月6日より au のお店でプレゼント。KDDI2017 年2月3日 au じゃなくても学生じゃなくてももらえる。学割天国ダースを au のお店でプレゼント。KDDI2017 年2月17日森永チョコ144個入り。GROが現実に。虚構新聞社主が謝罪会見。週明日プラス2013年7月10日。おかしなペーパークラフト。ありがとうございます。